皆さんこんばんは。参議院議員の辰巳孝太郎です。寒い中、お越しいただきまして本当にお疲れ様でございます。国会が終わりまして、当初は8日間だけの国会の予定だったんですが、まあ、市民と野党の共闘ということで、国会を39日間開かせることができまして、私たち日本共産党も、大いに安倍政権のまさに国家の私物化の問題をはじめとして様々な問題で追及をしてまいりました。私は森友問題を、さらに追及をしてテレビでもやったわけでありますが、まあこの1年森友一色だったので、なかなか他のことをですね取り組むことができなかったというのは残念に思っております。もちろん森友まだ続きますので、またやらなあかんし、またなんか新たな問題も出てきましたので、スーパーコンピューターとかリニア新幹線とかで、これも、来年には大きな問題として安倍政権追及、ということになろうかと思いますが、この住吉市民病院の、国が果たした役割ということについては、皆さんご承知の通り、大阪府の医療審議会でほとんどの委員の皆さんが反対であったにもかかわらず、これは再編計画というのは最終的には国の合意が必要だということで、国に諮って、そしてその再編計画というのが厚生労働大臣の合意をもって、まあ、認可をされたと、合意されたと、まあ、こういうところから始まっているわけであります。でこの問題を私は何度も何度も、議会国会でも取り上げたわけですよね。これ初めてちゃうかと。つまり本来であれば市民病院、公的医療機関をなくすと、統廃合すると言ってもですね、これいくつか要件もあるんですが、やはり地元で一番医療の実態を知っている医師会はじめとする委員の皆さんの合意があって初めて厚生労働省が同意ができる。厚生労働省っていうのはもうあれこれもういわゆる本当にこれが医療機関が担保できるのか、医療の連携ができるのかと、そういうことをですね大阪も独自で全員の合意でもって申請書を上げてきてくださいね、こういう立場なんですよ。こういう立場なんです。ですから、住吉市民病院より前にいくつもの市民病院の民間病院との統廃合の案件というのはありましたが、これ全て医療審議会は全会一致で地元の医療は大丈夫という太鼓判をして厚生労働省に申請に来てるんです。だからまあある意味では安心して厚生大臣も自分の責任はもうないっていうことで判子を押すわけですよね。ところが今回の住吉市民病院は前代未聞でほとんどが反対できたわけですから、これははっきり言って厚生労働省の役人はむちゃくちゃ困ったんです。同意したくない、こんなもんに判子ついてしまったらこれは責任問題になると、これが彼らの官僚レベルでの本音なんですよ。ところがなぜ彼らが同意をしてしまったのかということで言えば、これはもう維新との関係尽きるわけですね。維新との関係なんです。つまり安倍政権と維新とのつながりということで言えば、彼らは非常に近いわけですよね。今でもカジノの問題、万博の問題、これ官邸と連携して、で官邸は万博も豪裁出すわけですよ。あれ官邸が最終的には豪裁出すわけいけませんから、今パリの事務局に申請をしているわけです。そしてその見返りには何が行われるかといえば、憲法改定の時には維新は協力しますよという、まあ、そういうまあ密約というか暗黙の了解のもとに、まさに我々の皆さんのこの地域の医療というのが、まあ、犠牲にされたというのがこの住吉市民病院の統廃合問題だということだと思います。で選挙がこの間行われました。維新の会の情勢、取り巻く状況というのは
はっきり言って一変してます。一変しています。維新の、まあ、会といいますか、維新の党国政制度ですね。一時期は50議席以上だったんです。50議席以上なんですよ。今彼らは衆議院で12議席です。ですから影響力で言えば維新の会というのは国政ではもうほとんどないと言われております。一方で市民と野党の共闘で我々は立憲民主社民党の皆さんなどと連携をしたわけですが、民進党が分裂をしまして希望の党というのができました。で、希望の党という党が、まあ、憲法改定には前向きだと、まあ、こうも言われているわけですね。で、この政党が50議席ということになりましたから、まあ、いわゆる官邸の力学で言えば維新の影響力というのは非常に弱まったということが一つ言えると思います。まあ、それに加えて残った維新の議員が本当にひどい人たちばかりでね、大阪の足立という維新の国会議員は、これも4度目ですかね、他党の議員を犯罪者扱いして懲罰動議というのが出されると、それを謝罪するということにもなりましたから、まあ、非常に国民から維新を見る目というのは厳しいということでも、これは我々の踏ん張りどころだということは一つ、政治の取り巻く力学から言えばそうなるのではないかなというふうに思います。それと先ほど具体的な再編計画というのはじゃあ今後どうなるのかと、こういうことです。今尾上さんからもあった通り非常に不透明な部分が多いので、確定的なことは、決して言うことはできません。しかしはっきりしていることは、これ厚生労働省の最終的な同意がなければ再編計画というのは進まないということなんですね。で、厚生労働省はもう一旦無茶な計画を同意してますから、これよほどのことがない限り、よほどの計画にならない限り同意は難しくなってくると私は思うんですね。で、改めて厚生労働省が同意する要件何かということを整理しておきたいと思うんですが、これはもう2つなんですよ。2つ上がってきた再編計画どこを見るか、2つです。これは民間と公的病院合わさった病床が少なくなっていること、病床1つでも少なく多かったらダメなんです。同じでもダメなんです。ですからもともとあった再編計画はマイナス1の病床で再編計画は上がっていく、増やしたいんだ。もう一つはですね、ここが大事なんですね。これは公的医療機関と民間の医療機関との役割分担を含め、医療に関する施設相互の機能の分担および業務の連携を踏まえた対応になっているということ。業務の連携、役割の分担、それに加えてですね、もともとの既存の医療機関を維持をすると、機能の維持ですね。ですから我々がこれまで言ってきた小児周産期であるとかレスパイトとか重度の障害者とか、それを捨てたらあかんということなの、それを引き継がなあかん、そして公的と民間の病院が連携できないとダメ、これなんですよ。で、じゃあその展望は今あるのかと、あるいは交際で市長何にしろですよ、できるのかっていうことなんですよね。現実的に考えれば、普通の頭で考えればですよ、来年4月に住吉市民病院は一応終わるんですよね。じゃあその後にすぐに交際員が入ってこれるのか、あるいは民間病院が入ってこれるのか、もともとは民間病院それすぐに入ってくるっていう話だった。だけどそれははっきり言って無理ですよね。交際員だってすぐにできるわけないですよ、どこの病院だって、あるいは民間病院であれば。じゃあ連携するにも何も跡地には何もスタートしないんだったら、そもそもの連携がありえなくなりますよね。でしかも厚生労働省はですね、こうも言ってまして、府立急性期などに移管されるものがありますね。でそれは来年4月にはスタートするわけですよ。これだって
本来であれば住吉市民病院にの後に来た病院との連携を図るために来年4月スタートするわけですから、こっちができてないんだったらこっちのスタートも認められないよっていうのが実は彼らのスタンスでもあるんですよ。スタンスでもあるんですよ。不立だってスタートできない。こうなりますとね、そもそもの再編計画の前提が崩れてきますね。で、仮に住吉市民病院の後に何らかの病院がね、民間病院が来たということであっても、先日の船本院長の参考人のね発言である通り、今でもですよ、今でも皆さんのお手元もこれ非常に大事だと思うんですよ。来年左側の真ん中から下ですね、医療機能や患者の引き継ぎが進んでない。12月5日から始まる文章ですけど、来年4月開園予定の住吉母子医療センターは住吉市病院の医療機能の全てを継承することはできないということが明らかに。大阪府急性期総合医療センターへの機能継承の状況を問われた院長は、社会的経済的弱者へのきめ細やかな支援はまだ不透明な状況と。ですからこう考えますとね、今陥っている状況っていうのは非常に深刻で、要するに医療空白が必ずできるっていうことを船本院長はおっしゃってるわけですよね。そうしますとね、一体何のために住吉市民病院をそもそもなくすということにしたのか、そして医療継続、医療の機能継続、役割分担をすると言ってたものがそもそもできない。ですからもう前提そのものが崩れてるということになるんですよね。でそう考えますとね、もう残された道っていうのは、私はもう民間病院でどうこうではなくて、住吉市民病院を継続させるか、あるいは公立病院をもうすぐ後に持ってくるかとしか私はないと思うんですよ。私はないと思うんです。ここまで状況は進んでると、深刻であるということの認識を共有することが私は大事ではないかなと思います。ですから先ほど野上さんから言いました通りね、交際員がその認知症の云々と、いやそれは認知症の云々を拡大とか充実させるっていうのはいいんですけど、だけどこの再編計画で充実させるっていうのは全く別の話ですから、今の小児や周産期をどうするのかっていうことですからね。彼らは話をすり替えてるわけですから。ですからこの皆さんがこれまで訴えてこられた公的病院をということは、本当にこれからの戦いで最も重要になってくると思いますし、一番理にかなった要求ではないかなというふうに私は思っております。これからが戦いが大事だと思います。先ほど申し上げた通り、来年には住民投票が、維新の二重行政、この弊害というものが全くの嘘っぱちだったということがはっきりしたと思います。軍事費やミサイルには湯水のように我々の税金をですね垂れ流しておきながら、本当に今大事な周産期小児科の医療などを統廃合でまた二重行政というホラーを吹きまくって潰すような、そういう維新政治というのが改めて問われる、来年1年になるかと思います。私たちの運動をさらに強めて、皆さんと一緒に地域の医療を継続守るために私も全力尽くして頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。頑張りましょう。ありがとうございます。